パンちゃんおいでよ。いいよいいよ。やっとこう。やってます。何やってるかタイトルコールできへん。ああ、そういうことね。そう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 。はい。聞こえてる？マミちゃん聞こえてる？聞こえてますよ。聞こえてます。あとでこうカットかもしれない。最後、タイトルコール。覚えてる？覚えてなかったらここ読むしかない。Okay, of course I remember it. Our title, program title is...okay. これ読んでよ。Are you ready? Okay. Go on location with Aki PJ. Aki ロケ。入ってるやん。このまま行きます。ただいまの時刻が、2時回っちゃってるわ。2時回っております。今日は2月吉日。2月吉日。聞こえてるよね。頑張って聞こえてる。まみちゃんの英語も多分聞こえてるだろう。2月の吉日、まもなく3月。ただ上がってる時にはもう3月だろう。どこに上がってるかはあなた次第。俺次第。さあ、ということで、アッキー PJ DIM からアッキー、はい、PJ ライブショー秋生、はい、そしてスタジオを飛び出してアキロケスタジオを飛び出して Go on location with アッキー PJ out of the studio アキロケを、なんか we're doing an, ここまで下がって聞こえてる、okay. yes. あ大丈夫ね腰深く座っております、ah, okay. 俺ちょっと近いわと、ね oh. さあということでその分これが見えなくなったんで、今日は本日一日言うていい大丈夫かあれ？吉日って言ってたっけ？吉日やけど、今日は何の日書いてある？あ、今日は何の日？今日は何の日？ええ、言っちゃうか。もう録画で見てる人はごめんなさい。2月の27日、2時5分回ったところで、今日は富田恵子さんお誕生日。ハッピーバースデー。1969年の2月27日まで AB 型。AB 型。さあ、それからファッションデザイナーの高田健三さん。いわゆる健三園。健三高田。健三さん。で調べてませんが今日は新選組の日だそうです新選組の日、ね、聞こえてるよね取れてる音 of course,、okay、I can hear. で、秋は、まあ、沖田総司さんを、まあ、一度ね、池田事件ということで演じたことがあるんですが沖田さんと秋さんは家紋が一緒ちなみに大阪城は秀吉君、まあ、徳川家康家紋違うからね、僕は沖田総司さん家の家紋とアッキーさん家の家紋が一緒マミちゃん家の家紋は誰と一緒日本語一緒じゃないんです一緒じゃないの何系大きな括りです菅原道真系ねと、もう一つ何だっけ小田家あ、お靴忘れましたけど忘れたそうです2つがだそうでございますね忘れたことを発表するな、ね、覚えてること発表してくれ、ね観光客がわざわざ通ってます、著作権フリーでお届けさあそれから今日は横綱審議委員会が設置されたのが1950年2月27日のことでした何が横綱審議委員会横綱に推挙する人推挙するかどうか決める委員会多分ねそうそうセットアップされた日だそうでございます1950年やから昭和じゃないんかなちょっと待ってこれ昭和25年、はい、そう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 昭和25年2月27日に横綱審議委員会が設置されたそうでございますさあ続きましてパリ万国博の開幕が1867年の2月27日ねパリエキスポうん、そうそう。ね、大阪万博の今のライバルやったけど、パリは辞退したのか。今度2025年、大阪、この大阪の地は万博誘致、今頑張ってはるじゃないですか。でも、噂ではパリって撤退したのか。知らないね。なんかそんなニュースがあったかなかったか。それからこれなんだ。マミちゃん知ってんの？エリザベス・テイラーさん、イギリスの女優さん、知ってる名前？知ってる。お誕生日、はいおめでとう。ハッピーバースデー、はいおめでとう。知ってんね。知ってるんちゃうかな思ってメモってまいりました。それからじゃあこの人逆に知ってるかな？ディーン・マケンジーさんお誕生日。
わかりました。歌えない。新沼謙治さん、お誕生日、風が吹いてまいりました。おめでとうございます。それから、この人は知ってると思う。徳永英明さん、お誕生日。徳永英明さん、also singer, songwriter、ね。はい、それから、ビジーホーってわかるから、モノマネ四天王のビジーホー。はい、元冬木さんと一緒にやってた人。ウガンダトラとかおっていけどね。ビジーフォー、わかる。グッチユージョーさん、グッチユージョーさん、お誕生日、はい、おめでとう。Actually, あ、今日はカンペが見えました。よかった、近い。それから、ルーキーズの監督してた川藤幸三役してた佐藤隆太さん、お誕生日。風がきつくなってきた、大丈夫かな。風大丈夫かな。佐藤隆太さん、わからへん。俳優さん、俳優さん、ね、はい、うん、ルーキーズの監督やってた人、あの髪の毛こんな人。そう、佐藤隆太さん知らんのか。顔見たらわかると思う。それから作家の室井柚月さん、昼帯のコメンテーターしてる人、この人は1972年の2月27日まで、はい、おめでとう。ライター室井柚月さん、ね、そんな感じ。室井柚月さん知ってるかもしれんけど知らんかもしれないね。片耳外しました。何のことかって言ったヘッドホン、インナーホンを外すと生の声が来る。聞こえてる、入ってる、マイク拾ってます、はい。そして今日は NHK テレビ、NHK テレビが総選挙の開票速報を初放送したのが1955年2月27日。多分日曜日やと思うんだけどね。だって選挙日曜日だよね。ちゃうんから当時。昭和30年当時、選挙は日曜日ちゃうんから。ね、で、総選挙の開票速報を初放送した日、そして、今日は秋ロケの初放送、2018年2月27日、この前ガモヨンでロケしたんちゃうんか。今日は、この感度のいいマイクで、秋ロケ初放送、あそこはどこだ、あそこは大阪城、大阪城の前で、お前報告神社でやらなあかんちゃうんかって聞こえてきそうなんですけど、いかがですか、ね、大阪城でやる方が、バックにした方が絵的なものがいて、行ったら、あの陰陽のからびで大阪城が飛んでるから、まあ、俺逆に言うと大阪城飛ばしたいぐらいだね。あの中に豊臣時代のね、あの地中に埋まってるわけですよ、あの大阪。秀吉時代、安土桃山時代、秀吉時代の、お堀とか大阪城はもう埋められてますから、ね、でこの近くにある大手門学院っていう学校があるんですよ、小学校があるね。そこには学校の下に道路、どういったの、学校の敷地の中にね、大阪城、秀吉時代のお堀があるね、うん、で、あの辺もどっか五分五分で敷地だけど、安土時代、安土と田村安土、ロンドンブーツ1号2号の安土さんと浜ちゃんが、大阪市長と一緒に五分五分という毎日放送の番組にここにロケに来てて、あそこの穴見てたよ、マミちゃん、あそこの穴何か知ってる、あそこ穴あるやん。あ、そうですそうです、昔のあれを、うん、あれですね、なんかあれ何なんか お堀が、そうそう、だから秀吉時代のお堀の石垣が一部残ってんね、この下に。で、この近くにある大手門、大手門ね、大手手前、大手前ちゃう、大掛けと手と門、大手門学院っていうのはこのお城の界隈にあるのね。そこの小学校の敷地の中にちょっと潜ると秀吉時代の石垣がまだ残ってるんですよ。すごいでしょ。だから僕たちは今徳川家康時代、もしくはあの建物あれでしょ、エレベーターついてるでしょ、ね、日本語と英語でお届けしてるんですけど、俺に相槌は打ってもらえないのか、マミちゃんってね、あの中エレベーターついてるでしょ、あれ昭和の建物やんね、マミちゃん、ちなみにこっちですよ、おさらちゃん、わかりますか、こっちですよ、おさらちゃん、あの辺ですよ、昭和LA でね、秀吉時代の大阪城とこの大阪城はどこが一緒か言うたらアプリせえへんけど、あの竜と虎が一緒やん、竜と虎は多分これ秀吉デザインだと思う、あの天守閣の上の方にね、虎しか見えてる、虎見えてるわ、虎がいろんな意味で見えてると思いますね、いろんな意味で虎が見えてます、見えてます、虎が見えてるから飛んじゃってるからね、大阪城は虎竜の確かデザインやったと思います。ほんで秀吉君時代、あれもっと暗いから、黒やから、もっと言うとく、ここの大阪城が世界遺産にならへん理由は、もう一回言うで、あれエレベーター付きのただのビルやからね、ビルビルディング、あれビルやね、昭和の建物やからね、そうそうそう、だから姫路城なんかは世界遺産になってるのはやっぱり当時の建物を現存して残して、修復して現在に至ってるから、日本で
世界遺産第1号は姫路城やからね、白鷺城って言われてるんですけど、姫路城どこにあるか知ってる？兵庫県の姫路市にあるんですね。で、大阪市中央区大阪城一番地にあるのが大阪城、大阪城で、昨日もまみちゃんこれおったの？あれ違う、あれ別の人かな、なんか似た人これ歩いてます。情報ありましたか？双子さん見かけ情報が来てますか？この界隈はまみちゃん得意なの？得意ですね。得意ですか？じゃあまみちゃんが得意なとこ、ここおすすめ、大阪城園公園来たらここ行きなはれ、報告神社以外でどうぞ。報告神社以外で、そうそう、意外に知られてないんだけど、うん、あの聞こえてる？取れてる？うん、梅園ね、ピーチ。何？梅園って何？梅、プラムね、プラムトリーガーデン、プラムグローブは有名で、すっごい人が来てるんだけれども、実は桃園がある。え、ちょっと待って、梅と桃はどっちが先咲くの？梅が咲いて、今バッタだらかでしょ、もう言っちゃったから2月の吉日ね、今結構渋咲き、ゴム咲きでしたよね、さっきね。そう、maybe half bloom of a plum tree. So actually, there are lots of people who come in. 梅園があって、この次に桃が咲いて、そっから咲くの？そうだ、で、そうかな。まみちゃんは今、桃園があるよという、あの、とっておき情報を伝えてるわけね。桃園を知らん人の方がやっぱ多いの？桃園はちょっと規模が小さい。あ、そうなんや、あの敷地面積ね。敷地面積が小さい。だもちろんだから、あの梅園ね、梅、はいはい、梅の方がもちろん有名だし、まあ、豪華だし、うん、広いし、うん、だけどなんかあの 桃ってやっぱりあの女の子ひな祭りか、そうそうそう、桃の節句っていうぐらいなので、ね、生放送の時は間もなく桜、桃の節句です。桜の節句はないか、桜の節句はない、端午の節句はあるよね、5月の5日、正午の誕生日なので、正午さんのいい顔、どうなんですかね、バースデーでしたね、おじいちゃん、ピー、ああ、マイクランGrandfather actually already died, but it's his last day. この前ね、だからここから大阪城公園下見したの、下見というより上見かな、した後にあの京阪モール戻ったら、翔吾ちゃんとばったりね、俺しかもその時自分のサイン色紙持っててさ、翔吾前もなんか初回があるやろ言うて、広石屋の京橋店のあのいわゆるショート、どういったいの、ポップと初回やけどポップと額縁とアッキーのサイン色紙を並べて、京阪モールでツーショット写真撮りまして、何の話、あ、そうそう、翔吾君は5月の5日端午の節句お誕生日、そしていいな、あの映画監督されてたね、まみちゃんのおじいちゃんね、夢やもんね、まみちゃんのおじいちゃんはあの探偵ナイトスクープにも取り上げられたおじいちゃんが5月の5日生まれであることを、その京阪モールの翔吾ちゃんのお店でまみちゃん自ら発表したんですね。何をですか？おじいちゃんと翔吾が誕生日一緒やね、アストロツインズではない、ね、何年ちゃうやろ ね今翔吾いくつになった？翔吾いくつになった、ね、さあということで大阪城はまもなくいくつになった？わかんない、桃か、桃で桃桃桃に桃ったら桃いっぱい、今あの辺に太桃がいっぱい見えてる、ね、桃ジェリーとかね、はい、桃ってどうしてもさ女性のイメージ、なんかだから大道芸やったら、だから女の子の大道芸、本当ですね、今パフォーマンスが今も大道芸やってんねんけどな、やっておりますけども、いくら今日ね、サイン色紙一応1枚持ってきてるから求められれば書くねんよ、俺今日どっちのメガネしてる？何の話か分かんなくなりました。桃園、あなたは桃園を突っ走りたいわけでしょ、だから大阪城公園、あなたのおすすめスポットは王国神社以外でどこですか？ピーチグローブ、桃園があるよということですね。桃園がある、さあということは、アッキー PJ はこの辺とかよく報告しに来てるけど、いやいや、もう3日に1遍と言わず3週間に1遍と言わず、アッキー PJ 僕はだから報告神社に報告することがアッキーの使命でございますからね。そうそう、政府です。何が政府か言うたら、今カメラの向こうに人が通られた、ね、それは無罪放免ですからね、皆さん通りますよね、はい、何々、あの質問投げっぱなしでもう終わり、俺は報告神社がおすすめです。で今日報告神社も一応チェックしてきたんですけど、このね、罪、うん、なんていうの、座りで、ポジショニングでバックに大阪城を這わせた方が絵的には、まあ
美しいんじゃないかというマミコさんの意見を採用しまして、泣く泣く大国神社ではなく大阪城の前で、そうです、皆様にね、やっぱりこの大阪城、もう秀吉言うたらマニアだけやから、大阪キャスを見せて、言うても大阪では人気者ですよ、家康さんより大阪では秀吉君の人気あると思うねんけど、そこそこ秀吉 is so popular、 だからある意味明治維新で徳川幕府が倒れたことによって秀吉君が復活したから報告神社が復活してるんだね、わかる言ってること、だから日光東照宮じゃなくて普通に東照宮ってあるやん、あの辺は徳川幕府の、いわゆる元祖家康君を祭るためにできてるけども、ね、その時にはもう秀吉君なんかさ歴史上から消したいぐらいやからな、家康君にしたら、で明治維新が起きて改めて報国神社っていうものは復活してんねん、秀吉復世やねん、だからある意味明治維新は秀吉君にとってはラッキーなこと、個人の感想です、ね、じゃあなんで僕がずっと秀吉君秀吉君言ってるからマミちゃんは知ってるよね、アスキーは秀吉君の生まれ変わりと言われております、前世ぐらいのお兄さんね、なぜかというと両手マスカケソ、さらに、秀吉君は親方様信長さんに憧れて、何が信長さんすごかったかっていうと、彼はもうあと一歩で天下統一された信長君、何がすごかったと、彼が一番すごかったのはやるね、マミちゃんネタやっとくよ、運命線がめっちゃ長かったんですよね、こんな感じでね、見える、こんな感じでめっちゃ運命線が長かったんです、信長くんね、でその信長くんに憧れて秀吉くんは自分の持ってた小刀でですね、ビューッとね、ビューッとね、こうやって今度右手やけどね、小刀で運命線を切り刻んだ、あっき曰く太鼓運命線を切り刻んだと言われてるんですね、でその太鼓運命線があっきお前あるやろ言うて、前世占いのおっちゃんが僕に向かって俺の手を見ずに電話で言うて、そこから大阪帰れ、お前は秀吉として生きろ言われたから36歳から少しずつ気にして生きておりまして、本能寺の変が3年前、そして現在奇襲征伐を、行っておられる、年回りになっております、まだ橋場秀吉時代を生きている海運工だし、アッキー PJ のオーダーネタ、アッキーには切り刻まれた太陽運命線がある、太鼓運命線で、今現在アキロケの聖地としては大阪城公園内、大阪城の前で収録するのがベターベストから、いやいや俺は報告神社でやりたかったんやけどなっていうお話でございます、そんな感じで役立てていただいてますでしょうか、さあということでこの、大阪城をバックに、まあ大阪城を光って飛ばしてますけどね、まあ大体俺のエネルギーからしたら大阪城バッと飛んだ感じでね、俺さえ映ってたらいい、あーごめんねお姉さん、生放送中でございます、で、生放送やったっけ、収録か今日は明らまじゃないね、明らまブラックアンスタジオに火曜日毎週火曜日2時3時、放送中、今日は、スタジオ飛び出してゴールロケーションイズアキピジェ、俺が言うとるやんけ明ロケを、ただいま火曜日の、2時20分、午後14時20分回っております、放送はただいま14時20分回ってます、合ってますね、はい、ということで、何をしようかというと、今日は NHK テレビが総選挙の開放速報を初放送したその記念日に秋ロケを、この感度のいいマイクを使って大阪城の前から初放送記念日、2018年2月27日のことでしたそんな感じで言ってくれてる、今日記念日になる、ちょっと待ってくださいね、未来は記念日、はい、秋ロケの初放送2018年2月27日って言うとね、ちなみにマミちゃん、あ日本語は伝わってないから一人しゃべりしてるんで、マミちゃんはアッキーのデビュー日知ってんのかな、覚えやすいですよ、2004年6月8日、もう一回言うよ、2004年6月8日がアッキーの講談デビュー、アッキー PJ としてステージ、多分ねその後6月13日に神戸のチキンジョージ上がってるけどね、アッキー PJ になったのは2004年6月8日、今これ手開いたらあの P が書いてあるんだけどね、信長君はこれね、信長君こっちね、見えてなくていい、で秀吉君は斜めにズバッと言って太鼓運命線、はい、さあマミちゃんが信じてくれるのか、あなたが信じてくれるのか、何言っちょんねん言うあなたにもキラリーかよーシャイニーフォーチュー、今日は光るのは持ってきてないけど、あらら、ね、もう大阪城が光ってるからね、マミちゃんが光ってます、でマミちゃんなんかアッキーとお揃いのグラサンしてるけど、俺がこうしたらマミちゃんグラサンつけるのかって、ね、
どうですか？ピカこれめっちゃ似てる。まあ価格はね、100分の1ぐらいと思いますけどね。Okay. こちらもちろんあれですよ、高いし、マミコさんがつけられたら1000万ぐらいの価値あるんですよ、ね。さあということで、秋生はブラカサジュリー。次回は3月6日の火曜日ね、生放送の予定ですが、今日は火曜日、スタジオを飛び出して大阪城一番地、大阪市中央区大阪城一番地よりお届け、あ、じゃあ明け明けかさあということで、時刻はまだ2時22分、さあ何しましょうか。ですね、この大阪城の前に僕たちはいるんですが、僕たちの目の前には新しい観光名所、映しません、新しい観光名所未来座がございましてですね、マミちゃんは行ったことあるの、未来座？そうですね、はい、そうですね、さりげなくメガネポジション変わりました、戻りました。 It's called 未来座。未来座あるの？入ったことあんの？あります。ね、あれカメラはもう動かさないで、未来座は僕たちの目の前で、ね、カメラの目の前にはKPJとマミコワールド、その後ろに、ご紹介遅れました、マミコワールド先生、英会話講師でございます、ね。普段やったらここにミューズイングリッシュコミュニケーションで諦めやったらね、ミューズイングリッシュコミュニケーションさんのお提供でお届けしておりますっていうんですが、今日は、バナー貼っておりません。バナーの代わりに大阪城貼ってます。貼ってるんか。ね、そして、インド料理、大阪道頓堀インド料理のお店ミティラーさんの提供でお届けしてるはず、ね、サムネイルで入れるしかなくなってしまった。サムネイル分かりますか？一人ごと料理喋っております。まゆみちゃんは英語を喋ってくれてます。サムネイル分かりますか？まだ喋ってくれないみたいです。サムネイルっていうのは、今ここにね、プリントしてね、はがきサイズのロゴ置いてますが、結果的には、写真画像で、上手に置いて YouTube なら YouTube、 フレッシュなフラッシュの、目玉、表画面に初めて加工した写真を、まあ、入れて、ミーズさんとかミテラさんのロゴ入れれたら入れとこうかなっていうサムネイル。さっきね、あそこで結婚式のあれ何、下取り、何ていうの、結婚式前撮りや、前撮り、前撮り花嫁さんがしてはったよね。あの池の前でね、でその池の前で撮ったあっちの角度の方が大阪城綺麗に見えた。マミちゃんはどっちの角度が綺麗に見えるんだ？どっちかもう今更ね、僕はこっち側からしか映さないで、で、あちらにはテーブルがなかったんで、こういうね、仏が置けないんですよ、ね。仏とは何か、例えば、伊藤園さんの1日分の野菜 350g 使用とかね、それからこちらは復刻堂って言って、大道ドリンクさん、これライバル会社ですけどね、伊藤園と大道さん、大道ドリンクさんの復刻堂フルーツオレ。ね、の協賛でお届けできる日が来たら嬉しいなって言ってます。で、大道ドリンクさんは結構ご縁がありましてね、ご縁があるんです。これね、さらにですね、これ伊藤園さんも実はご縁ございましてね、前交流会してる時はね、伊藤園の子は出入りしてたんですよ。だからね、交流会の日、ある日ね、全ての交流会参加者に振る舞われたんですよ、ジュースが。伊藤園のお茶、多いお茶が伊藤園さん有名です、ね。伊藤園さん、伊藤君待ってます伊藤君お待ちしてます。スポンサー、秋玉秋ロケ、マミコダッキー PJ ワールドはスポンサーを、ご協賛お待ちしております。お待ちしてますよね。英語で言わないですか、ここは。ね、見えてたら、見えてた。見えてなかったカットされてたらごめんなさいね。伊藤園さんと、大道ドリンクさん、ぜひね、秋玉秋ロケマミコアンダッキー PJ ワールド、そして未来のラジオ大阪の番組、それからどこだ、イエス・エフさんか、いろんなとこよ。あればいいよね。トンボリステーションでも出たらいいよね。トンボリステーションでもね。この前、トンボリステーション映りましたもん。そうですか、ね、何言ってはるか分からへんと思いますけど、はい、大阪には有名な場所、グリコの看板ある心斎橋、恵比寿橋か、またそこね、今度また行こうと思うよ、秋の部署と思って、ね、そこにいいです、ね、ビジョンがあるんですよね、モニターっていうかな、はい、で、ある時間になると映してもらえることを知りました、ね、で分かってたんで、5分前にスタンバイして映り込みに行ったら、そこのスタッフピーから分かってはったんで、ズームインしてくれました、ね、でその時にズームインの時にこのプレート持ってたんで、あきらまってやっときました。やってきましょうか。ちょっとやってみていい？あきらまってやっときました。でも今日は秋の毛。
あれ近づくとあのグラサンの中のね目がね、目がね光っててね、ちょっと目が見えました。素顔は見せない。さあということで、ただいまの時刻は2時27分、午後風の音も聞こえてますよね。カバーしてるんですけど、結構はい、ということで、目の前には新しい観光名所、なんだったっけ、未来座やけど、あれローマ字よね、 MIRAIZA、ね、未来座、ね、誰がつけた未来座、知らない、ダイワハウス、知らない、ダイワさん、ご協賛待っております。未来座、大丈夫ですね。あのやばいところは通訳しなくていいですよ。未来座はもともとこれ何やったっけ、知ってる、僕知らない。もう一つ前は、うん、フォーマー was a museum、 ミュージアム、歴史博物館だったのを外面そのままで耐震補強して、そうそうそう、今日本語ですね、かなりクローズされてましたけど、ああそう、もう耐震、一瞬レストランにもなってましたけど、一瞬レストランになってた。え、今だけどあのテラス席とかあるよ、バルコニーみたいになってる、あそこレストランね。そうですね、映しませんよ、レストランで、ね、ミラジャさん映してほしかったらご協賛ください。なんか言ったはります、ね、ミラジャさんご協賛お待ちしております。さあ、アキロケはミューズイングリッシュコミュニケーション、そして大阪道頓堀インド料理の店ミティラさんの提供でお届けしております。ミティラさんあるけどどうする、用意してくる、やってくる。ミティラーさんは、本当にね、あのエビス橋、引っ掛け橋のあの道頓堀ふもとにございますね。ミティラーさんは、何が美味しかったっけ、何が美味しかったっけ、お前が感想言えよという話です、ね、本当だね、アキビーチも何回も、ね、あの行ってますよね、ビリヤニっていう、あのピラフみたいなやつね、そうですね、インディアン辛いピラフ、インディアンフライドライスみたいな、あそんな感じです、が好きです。ちょっと行ってきましょうか、スパイシー、イズコールビリヤニ、アキビーチライブショーじゃなくて、なんて読むのこれ、ゴモンロケーションウィズアキビジアキロケは、大阪道頓堀インド料理のお店ビティラーさんの提供でお届けしております。こんな感じ。はい、This program is sponsored by presented by sponsored by ミティラー、インディアンレストランミティラーインド頓堀。これさ、ミティラーさんってさ、アキロケ見たよとかアキナマ見たよ言うたらさ、ドリンクサービスしてくれへんねんな、してくれへんねんな、めっちゃくれんの、あのあれやろ、お宮のおやつ一品もらえるよな、あそかね、あのね、僕らがね行くときは特にマミちゃんです、お心づけの、お心づけのマミ子を言われてましてね、俺が言ってるだけやけどね、なんかお宮持って行ってあるんですよ、自分がご飯食べに行くんやけどちゃんとあのスイーツを持っていくことが多くてね、でそのスイーツがあっちのテーブル、こっちのテーブルにね振る舞われたりするわけです、ね、数によりますけど、でそれはなんか慣習というか風習になってるみたいな、見たミキラーさん名物になってみたいで、オーナーさんのお友達さんが来られると同じようにマミちゃんみたいにお心づけとかお宮持ってきてはるんで、僕らのテーブルにもびっくりするのはね、あの有名なお菓子があの振る舞われたりするわけですよね。やっぱこれが あのあれですね、あの常連さんの特権ですよね。でマミちゃんはあれですか、大阪城の常連さんなんですか。いやでもないですよ。あれなんかよく見かけはるんですけど、あれ偶然ですか。あのあれですか、マミちゃんにとってのラッキースポットみたいな感じで、憩いのスペースなんですね。誰かお知り合い急に通ったりしません、大丈夫ですか。あら、はい、傘さんとか言われません。マミちゃんこの辺ではなんて言われてますか。わかんないです、うん、何言ってるか。一応英会話講師マミコワールド先生としてお呼びしているのかな。大丈夫ですか。マミコワールド、あマミコさんとか、ね、なんか声かけられた時はぜひあの手を振ってあげてください。ね、アキさんって声かかってもいいと思いません。あったですか、あの両手マスカケ戦と太鼓運動名声で有名なアキー PG さん、あの秀吉の周りかわりと言えたアキさんがアキロケを、今日は内緒ですけどね、アキロケで今日放送されてるって聞いたんで来ましたってね。これ俺今影がちょうどラインに来てるけど、どっちにしても影やから影は影のままやってね。これ見て、このラインの先は今度はまた公開中継しますか、してもいいと思いますよ。今度は今日はねシークレットでいついつしますから、今回はこの辺に立ててもらったら映りますよって、ね、で今通った人映ってるからね。そうですね、知らんけどね、誰か知らんけどね、だいたい台湾韓国からお越し、ご出身は終わったでしょ。
This is 終わりました。あのマミちゃんはあれですか、アッキーさんよう喋るな思います？思います、思います、ね、よー出てくるよな、次から次へ、ね、あの探してるんですけどね、はい、こうあそこでお土産、本陣さんでお土産買いはった人が前を通ってはったね。あ、そうですね、未来座の中には本陣さんっていうお土産も出さないんですよ。で、ね、僕昨日ね、本陣さんにね、行ってきたんですよ、うん、見てきたのね、どんなの置いてるかな、うん、ほんならさ、もちろん秀吉くん、家康くん置いてあるし、去年まで有名やったあのサラダ丸のサラダ雪村のグッズとかもあってんけど、うん、今年なんや、大阪城、あの西郷丼の西郷堂とかいて、西郷丼の影響か、幕末維新でさ、なんか新選組のネタとか要素あったよ。あ、I don't know what's、だから昨日すごいね、僕ね、沖田総司の役だけ唯一やったけど、沖田さんは家紋が沖田一緒やねんね、アッキーさん。ほんで秀吉君の生まれ変わりと言われてんねんけど、あの刀のなんていうの、刀に、まみちゃんわかる、刀のここに輪っかみたいなのあるやん、わかる、まみちゃん、刀のここに輪っかみたいなのあるやん、その輪っかを売ってたんですよ、ちょっとちゃんと名前が出て、それがなんか言うんですよ、なんて言うんだっけ、なんか言うね、でそれが偶然やけど、風が吹いております、頑張りましょう、ロケでございます。沖田総司君と秀吉君がさや止め売ってたんですよ、でさや止めが沖田総司君と秀吉君が横並びで売ってて、写真撮ったからまた あげるけどね、そうで、その横が信長さんで、斜め上が坂本龍馬さん、今多分この時間行ったら、あの何神さん、あれお土産屋さん、大阪城界隈このお城のとこにあるお土産屋さんの何神さん、本陣さん、本陣さんのタリーズカフェの向かいにある本陣さんお土産コーナー行くと、さやが秀吉君と沖田総司が並びでおったって、秀吉君の隣は沖田総司で、秀吉君の斜め上は龍馬君で、もう維新と戦国時代がですね、あのごっちゃ混ぜるぞ今大阪界隈、ね、すぐ大河ドラマにね便乗しようとするこの界隈でもね、あそこサラダバルのね、あのかぶせなんていうの、鎧かぶと着た人形と写真撮るように、まだサラダバルにあやからおうとしてたよ、俺と一緒に撮ったら秀吉君の生まれ変わりと言われたアッキー撮れるんやけどね、マミさん訳してあげて、あそこどっかにサラダバルおったで、まだサラダバル の甲冑ね、甲冑ね、アーマーがありますね、あの人形にかぶせてるからそれっぽく見えた、わかる、マネキンじゃなくてお人形さん、あ、そうだったんです、うん、おったよあそこ、後で確認して、で今大阪城はだから幕末維新を売ってんの、ここわかんないです、この2018年ちょっとわかんないですけど、ね、皆さんチェックしてみてください、ね、どうか知らんけどね、沖田総司とカモンが一緒です、以上、はい、だから中心蔵ネタここではいらないでしょ、いらないです、大阪経由してないからね、あんまりね、中心蔵ネタ、ね、さあということで、時刻は見えなくなってきた、ね、今何時まんじゃん、まあ、タイムキーパー失礼、アキさんしてますか、時刻は14時34分回っております、アキロキは大阪城の目の前からね、生放送テイストでお届けしておりますが、今はライブ配信してないんで YouTube フレッシュなので、アキの気分次第であげようかなと思ってます、でもこれいつものラジオの感じやね、ちょっと今日はマミちゃんの英語が多いんですけどね、僕と会話がスムーズに成り立っておりません、独りよがりトーク中でございます、まあ、講談師やからええやんかとかね、アッキーさん R1 グランプリ6年連続出てはるんでしょ、ええやんか、今度ね3月の6日決勝戦、関西テレビラジ、だからフジテレビ系列決勝戦生放送でお届けされるそうですよ、もちろん決勝に残っておりません、アッキー PC さんマミちゃんオペレーターしたけどね、決勝に残っておりません、6年連続それは言わなくていいですか、もう訳さなくていいですか、ね、訳さない、6年連続、一緒には残っておりません First. フルゾレ飲んでいいですか、飲みたかって、マミちゃんどっち飲みたい、ちなみに、フルゾレです、ね、フルゾレ、じゃあマミちゃんフルゾレね、いいですか、大丈夫だと思いますよ、Can I open? で風が来たらあの戻してください、ね、ガサガサーって音します、なんか温まってる、温まってます、だんだんね、最初初めてた時はね、あの日陰やったんですけど、太陽が動いております、生放送です、ね、そうですね、こういう感じでいただいて、飲む音がジュルジュルするんでこれぐらいにしときます、さあということで、ゴーンロケーションウィザーキー PJ という名のアキロケは、スタジオを飛び出して本日はこちらからお届けして、Hello.
delicious. おります。こちらってどこやねん。こちらってどこやねん。さっきから何回も言ってますよ、大阪城の前から。大阪城の前から。あれって北も南も東もとかあるの？でもちょっとどっちが東ですかね。じゃあ聞きましょう。大阪城に一般の人が今日、2月の27日に入場しようと思ったら、大人おいくらですか？大阪城の何公園？この天守閣。あ、天守閣は600円ですよね。なんで当確しようと思ったらおいくらですか？600円かな。ファイナルアンサー？はい、ファイナルアンサー。おかしいな。正解。なんで知ってるのかっていう話なんですけど、それは、また来週。今でも今の時点でね。今日の時点でね。じゃあ子供ちゃんはおいくらですか？子供ちゃんは。っていうのは何歳？子供お人、あ、そうですね、じゃあ小学4年生の七瀬ちゃんは何おいくつか今適当な名前。七瀬って誰か。七瀬ちゃんは誰、ね、小学4年生の七瀬ちゃんは今おいくらで？無料でしょ、ね、あ、無料なんですね。そしたら中学2年生の、直人くんは？直人くんもきっと無料じゃないですかね。あ、中学生無料なんや。じゃあ高校、去年ダブってまだ高校2年生の、重春くんは誰や？重春くんおいくらですか？まあ大人なんじゃないですか、ね、あ、高校生は大人だつ扱い、はい、ってことは小学生、中学生、幼稚園、未就学児が無料。おかし、なんか不思議だよね。子供と大人の境目はどこなんだみたいな。あ、だから義務教育ちゃいますか？あ、そういうことね、うん、適当に言いますけど、多分それしか切りようがないからね。なんかやっぱり大阪城って、うん、一応大阪城ですけど、今真面目ですか？真面目ですか？博物館ミュージアムだから、うん、みんな社会見学。あ、そうやね。だから社会科のお勉強として一環として学校単位でごそっと来るでしょ。もしね、クラス単位、学年単位で来た時、ここってどうやって入るんやろ？どうやって入るんでしょうね。あら、知らないの？団体入場できるんちゃうの？できると思うんです。団体入場するときはおそらく先生が団体入場証から赤出すんじゃないの？だってさ、一人ずつね、大変。無料やろ、しかも子供ちゃん、ね、だってから多分その社会見学系系で入っちゃう、うん、よく、ただミュージアム系はやっぱり義務教育は大変。あ、そうなん。あ、でもあ、そうかそうか。イギリスとかは結構ね、ミュージアム無料なんですよ。あ、大人も？大人もね。例えば大英博物館？大英博物館は本当ドネーションです。あ、寄付するのね。寄付するし。真面目ですか？あと、はい、ナショナルギャラリーもフリーですね。ナショナルギャラリーも無料で入れる、はい、そこもやっぱりドネーション。ここ、うん、ドネーション、ドネーションっていうのは寄付のことね。だいたいドネーションって分かれへんよ、日本の方ね。あ、そうかそうか。寄付行為するそうです。秋 PJ ライブショー秋生並びに Go ロケーション with 秋 PJ 秋ロケはご協賛をお待ちしております。ご寄付でもいいです。谷町も大歓迎ですね。この後ね、どっかでご飯ごちそうになっても全然 OK です。ただし、インド料理のお店、ミキラーさんに、ご提供でお届けしておりますが、秋ロケ見たよ言うたからって今ソードドリンクが無料かどうか聞き及んでおりません。そうですか、ね、なんかいいの、いけんの、わかんない。根回しとかなあかんちゃう。そうね、ちょっとアップするの躊躇するやんか。そう、ちょっとオーナーと確認とかね。ね、秋ロケ見たよ、秋ラマ見たよ、マミコアンダーキー、PGA ワールド見たよ。やっぱりスペシャル特典、なんて特典、スペシャル特典じゃわ、特典や。視聴者サービス、視聴者プレゼント。プレゼントね、そう。フルーツオーレもね、1年分とかね、大道ドリンクさん出してくれたらいいのにね。糸江もね、お願いしますよ。道がインディアンレストラン、道は。さあ、ということで、あとね、ここって今、日本人以外の方多いじゃないですか。たまたまさっき写真撮ってもらった人は、ほぼ全員、日本語喋れてはりましたけど、今、来られてる、団体で来られてる、例えば、あの方とかは、入場料いくらなんですか？いや、一緒じゃないですか。あ、一緒なんや。あの人らどうやってんの？普通にチケット買うの？チケット買ってると思いますけどね。あ、そうなんです。あそこって券売機があるの？券売機ありますけど。あ、券売機で、秋 PJ また後でチェックしてみたらいい。あれですか？後でチェックするかどうかは置いといて、多分ね、未来坂、その競売所の横のトイレには駆け込むと思います。はい、で、未来座がなかった頃はもうあそこ のトイレがもう僕の大好物。大好物。トイレがね3カ所ほどある分かってるんだけどね。そうそうですね。昔本陣さんあっちにあったからね。ああ、
何のこと言ってるかっていうとお土産屋さんがあっちにあったんですが、 あれも閉めてこっち入ったんでしょう、ね、説明ができません。向こうにあった本陣さんがビライザに入ってます、ね、そうですね。で、あと何が聞きたいかっていうと、はい、なんかねパスポートみたいな、パスポートちゃうの、あの周遊券みたいなのないの、これ。ああのなんかこれ外国人特典とかだからリストインフォメーションとかでチェックしてもらった多分詳細分かると。ファミちゃんの知ってる情報でいいですよ。売る覚えでいいですよ。アメージングパスっていうのは何アメージングパス、アメージングパスを手にすれば周遊券、周遊券、うん、例えばどこどこ回れるってマミちゃんの知ってる範囲で情報量として、声入ってます、ヘップヘップ5阪急ヘップ5の観覧車だそうです、 観覧車ですね、これで観覧車って俺が訳す俺も俺やけどあの赤いクジラ男でしょ、そうそうそう、観覧車が無料なの、その周遊券アメージングパスでね、それからそれからヘップ5か止まってますそれから大阪城もそれで当確ができるので、なんていうの、入閣料って入場料、入場料で、なるほど。で、それからあと知ってる範囲で、大丈夫ですよ。あのガセネタやってもガセネタですって個人の感想ですで、あれです。あと道頓堀のリバークルーズ、道頓堀のリバークルーズということは船やね。うん、船に乗れんの。あうんイエスどっちやね。あうんイエスどっちやね。スカイビルディング、フローティングガーデンズ、アドミッションフィー、なんだって。で空中庭園、空中庭園、空中庭園っていうのはスカイビルの、スカイビルの空中庭園ね、スカイビルディングのフローティング、スカイビルね、なんかあれ世界遺産じゃないけど世界の有名建築物、建築物20選からが選ばれてたんで、であのスカイビルって高層建築の建物が2本あって、それが上でつながっててエレベーターが斜めに入ってるやんか、あの建物形を贈り物、なんていうの、グッズとしてめっちゃ売れてるらしいよ。珍しい、その世界なんとか建物20世から選ばれるプラモデルみたいな、そうそうそう、あとはお土産としてあのミニチュアが、ミニチュア、うん、で、okay. 大阪城も大阪名物、まあしつこい人やけど、ね、今外国人の方って外国籍の方でそういう素晴らしい建築物件やからめっちゃ行ってはるって噂でね、これマミちゃんもう過ぎたからあえて今発表しますけど、スカイガーデンって僕の知ってる範囲ではお誕生日の時はただやねん、空中庭園ただやねん、入場料が、誕生日の人は証明ができたら、当時はただって今は分かりませんが、僕は当時それで、行こうか悩んで1回だけ行ったことあります。誕生日大阪の人何すんねんってなった時に、自分が誕生日やったらスカイだから空中庭園は無料で入れたはず、ね、あと何言おうとしたか今一瞬で消えたわなんか特典あんねん、あとね、そうそう思い出した、大丸知ってる、大阪駅にある大丸、大丸デパートメントストア、大丸梅田店、あそこの大阪駅から、地上階、要するに外に出た時に阪神百貨店を前にしたぐらいのエリアに水時計がある、噴水か、噴水みたいなの上がってんねんけど、そこがアートになってて時間がその水が動きながら時計表示されんねんけど、はい、そこも世界のなんか有名時計で、そっちね、お誕生日特典の、お誕生日特典も終わりましたで、要は何やったっけ、だからイギリス、ロンドンの有名な時計あるやん、あビッグベンと並んで、世界の有名なすごい時計の選ばれた時計が日本にはありますと、大阪にありますと、どこでしょう言うたら大阪駅のとこの噴水上がるとこの時計やね、だから水時計やね、噴水みたいになって下から落ちた、上から落ちてダーッと置いてきて、そこにアートになって、しかも数字がなんかコンピューター制御されてるのかな、数字がな、例えば今やったら現在ただいまの時刻、ただいまの時刻、14時45分としたら14って45って水で出てくる、でそこは結構写真撮ってあるけど、写真撮ったら意味ないと思う、これそこは動画やと思うな、動画で収めるべきやと思います。何のこと言ってるか分からなかった人は後で、コメント欄に貼っつけておきます。大阪には
大阪城を筆頭に、スカイビル、スカイガーデン、それから、大阪駅の、その噴水かしらけど水時計が、世界的には有名なんだそうでございますよ。全部この前なんかテレビでやってました。ミーハーネタでございます。さあということで、ゴーンロケーションイズアキビジアキロケはスタジオを飛び出して本日はこちら大阪城の、お城の前、未来座の前からお届け。でも未来座はまだ協賛いただいてないで今日は映しません、ね、この後もしさマミちゃんが未来座入るとするやんか、ま、あのお手洗い行くとは想像できるとして引いてますからね。ただ今日いい天気だね。ね、今気温がね、あくまで大阪市の気温なんですけど、あ、フリー Wi-Fi 入ってへんわ。ちょっと手間取っておりますかね。入ったのか。ただ今の気温が出ない。あれ？なんで出ない？大阪城。見える。フリー Wi-Fi が入ってない。Yes, no. He is Osaka free Wi-Fi. 私もフリー Wi-Fi が入ってしまう。フリー Wi-Fi の絡みで、まさかのね、大阪城前ってフリー Wi-Fi 入んねんね。大阪フリー Wi-Fi。大阪フリー Wi-Fi 一回解除します。解除します。びっくりするよな。入る？入ってほしい時に入ってけえん。今急に入んねん。あ、ただいまの気温13度ですね。快晴、ね、見せていいと思います。見せても見えません、はい。まさに大阪市は今、13度でお届けなので、冬やけどもう春が近づいている、ね、快晴、今日は2月27日のテイストでやっておりますが、富田靖子さんお誕生日でした、ね、富田靖子さん世代さあ、ちょっとわかんない。さあ、わかんない。高田健三さん世代。わかんない。わかんない。エリザベス・テイラー世代。エリザベス・テイラーさん。ちなみにね、1932年の2月27日。俺知らんねん、名前しか。今日は、飛ぶわ。ちょっといっぺんでね。さあ、ということで、まもなく、2時50分ですから、はい、3時まで我慢できます。もう我慢比べですね。我慢比べですか。我慢比べですか。はい、それとも、もうお開きするのか。ちょっと、It's a bit getting chilly.、ね、ちょっとヒヤッと、そうなんです。急に下がるよな、気温。でも、まあ、でもまあ13度ですけど、ね。今、ちなみに、大阪城は何時まで入れるんですか。何時まで入れるんでしょう。普通は5時、あ、4時半。4時半でチケットの販売を、終了させていただきますというアナウンスが昨日は流れてました、ね、はい、ただ今この時間に行ったら入場制限とかかかってないの？多分ね、どうでしょう。同時期にあの建物ってどれぐらい入れるんでしょうね。見た目と違って1、2、3、4、5層やけど6階か7階、ね、8階あんの、うん、8階見た目6階やのに8階建て、まあ、エレベーターあるしね、まあ、ビルディングやしね、博物館やしね、そら世界遺産には絶対にならない大阪城、うん、ミュージアムやから、例えば向こうの、まあ、まあちょっと見えないですけど、歴史博物館とかやったら10階ぐらいある。大阪放送局のとこに何博物館ある？歴史博物館。ここがもともとね、未来座が歴史博物館だったのが、あっちに移転したい。 NHK の横に移転したいね。俺も移転したいわ、 NHK の横に。ミュージアム、ミュージアム、さあ、ワールディング今だからそこで収録終わったんかな。まだやってんねんね、ワールディングがね。さあということで、未来座の前からお届けしております秋ロケは、ね、これ今日こそ上げれるんかな。厳選なる審査のもとでアップロードしてるんですけど、バミちゃんがね、なんかこう問題発言するとそこをカットしないと。今のところ大丈夫ですよね。どうでしょう、ちょっとわかんない。昨日とかマミちゃんこの辺はうろうろはしてなかったですか？僕は昨日ね、下見に来てますから。すごい、もしかしたら目撃だなんかがね、飛び出してるじゃん。もしかしたらあれですよ、インスタとかやったら大阪城の前の写真、あ、インスタね、報告じゃん、こんなことしてる写真がね
インスタ、じゃあアキ PJ のインスタを、アキ PJ はアキ PJ でインスタグラムされてる、ね、だから今日なんかあれ、あの前撮りしてたお姉さんいたでしょ、花嫁さんね、はい、花嫁さんいたでしょ、うでね、前撮りしてたね、うんうんうん、あの人なんかさ、ね、ただのモデルさんやったらあれやけど、ほんまにこの近日中に結婚する人やったら、俺一般人として花嫁さんと大阪城撮ったからね。で撮った後一応会釈しといた。撮る前だってこっち向きで撮ったからさ。多分あげてもいいと思うけど、あの気になるんで公式なとこにはあげません。ね。花嫁さんと大阪城。アキ PJ はインスタグラムされてるんですか？インスタグラムしてますよ。アキ PJ。アキ PJ ワールド。アキ PJ ワールド。スペルお願いしていいですか？ちょっと難しいんですよ。あ、はい。AKKIE PJ。PJ つけてください。WORLD。そうです。かな？じゃあ同じことしましょう。マミ先生は、あれ？アキ PJ ですよ。お願いしますよ。AKKIEPJ。マミ先生はインスタグラムされてますか？はい、マミコワールドです。マミコワールドで。されてるそうです、続けてスペルどうぞ。MICOWORLD。マミコさんの子は CO ですからね。コーヒーが好きなんでマミコの子は CO にしたっていうエピソードを番組で聞いたことがあります。はい、番組というのはアキピジェライブショー、アキラマだったと。それか DIM か、それかマミコアキピジェワールドか。なんせ生放送はブラックスタジオでお届けしておりますが、今日はあのカメラ、ね、はい、ハディカムでお届け。ハディカムで。あ、そうなんですか。あれロケのために歩き用にあのカメラ光学補正で歩いてもちゃんとさ、あの蕎麦屋の後ろ、蕎麦屋のバイクあるやん、お蕎麦屋さんがあの配達行く時のバイクって後ろにこうなんていうの、こぼれように、なんていうの、ほらバネついてるやん、バネ、ね、あれあのカメラさ、歩きながら撮ってもカメラのレンズ自体が上下すんねん。だから今こうしても固定してるから俺が上下してるだけやけど、あのカメラで歩いてもほんまはあんまりこのどういったら不快な映像にならへん、安定すんねん。すごいいいカメラなんですね。いいカメラなんだけど、アキ PJ has got 固定して撮ってます。 I don't know, maybe it's a handy camera. 結局俺はラジオしかできへんのか。最近のラジオはね、ストリーミング動画配信を同時配信してるんで、ね、マイクをつけて2人が原稿を読んでる様を、それこそフレッシュも YouTube もよう上がってますよ。だうちらもそうでしょ、ブラカンスタジオからブラカンラジオ、ブラカン TV という名で、マイクの前で DJ ブースの中で喋ってるだけ、ほとんど動きは身振り手振りだけやのに動画で配信されてるでしょ、ね、だからその状態に今近い状態、ね、マミちゃんとアッキーのこの辺りに大阪城を天守閣を、バックにして、アッキーロケは生放送のテイストでもう登録より収録で音とか、これね、大阪府に Wi-Fi 入ってるからパソコン全部つないだらこうできるね、生配信でも後でチェックしたいから、あのいらんことまゆちゃんが言うてへんかとかね、アキ PJ がね、いらぬことを言うてないか思ってね、あのチェックする、いらんことばっかりやったりしてね、チェックするけど、ね、結局上がってるやつって編集してないから、いい、ね、そのままあの、ね、生々で上がってるんですよ、ね、さあということで、これね光の具合で時間も分かれ、あ、ただいま2時54分まで回った、よう喋っとんなあの人。アキ PJ ですちなみに52分29秒しゃべってます。喋りっぱなしでございます。そら仕事やもん、ね。あれですよね、これ終わったらいきなり静かになりますよね。静かに後片付けしないと。後片付けしないとね。いい子になりますよね。これやってる時さ、誰も邪魔入らんかったけど、まあ、邪魔入ると怒られるね。皆さん温かく見守っていただいて。まるでこれに結界が働いたようにね。あそこであのお兄さん、韓国の人かな、三脚立てて今記念撮影されてます、ね、あっちもあっちも、そうですね、いろいろね、ここいろんな、本当ここがベストポジとは言いません、ベストポジションとは言いません、ただ椅子があってテーブルがあるんで、そして大阪城があって太陽があそこから当たってるんで、ね、まあ雨の日でもできるやろう、ね、ポジション、どういう感じか、いい写りですか、私どうでしょうか、あのホワイトバランス上げてるんで、どんな感じに映ってますでしょうか。マミちゃんを中心に映してます。いい か, だから大阪城が光で飛ばされてますね。大阪城はっきり見たかった人、ごめんなさい。マミコが中心です。マミコを中心に映してます。マミコを中心に映してます。さあ、いろんな人が、横横切るんじゃ後ろをね、通られますが、ここは公共スペース、パブリックスペースでございますから、鏡ではないんでね。
マビちゃんあれ知ってます？何を知ってますか？来月の龍二先生の占い。知らないです。知らないですか？まだだって公開、まだ、まだ公開されてないんで、まだちょっと届いてないみたい。ちょっと分かんないですけど。じゃあ、次回の3月6日、村上さんからお届けの秋生で発表される、はい、その龍二先生の星占いもお楽しみに。先生の絵からするんかするよね。お楽しみに。ありがとうございます、はい、みんなが配慮してくれる。そうですね。コードあるからね、コードね。配慮に配慮を重ねて、僕もずっとマミさんに対して配慮してるんですよ。あ、そうです。私全然何も考えてない。マミさんの席を、ね、奪わないね。そこは用意して、こちらの席をキープしてね。マミさん、グラサンはもう1回きりでしたが、マミさんがグラサンをオンするとアッキーがグラサンをアウトにする、ね。私何も気にしておりません。はい、入ってますか？大丈夫ですか？さあ、ということで時間の方が間もなく14時57分回っております。間もなくじゃないですね。間もなく3時を迎えます。あ、見れませんね。ごめんなさい。太陽見れませんですか？今太陽見て。太陽はあそこ。見れなかった。ごめんなさい。太陽その潜ったら見えるよ、毎日。見てるよ、見てる、見えてるよ、ね、私は見えてます。サングラスしておりますが、直射日光を避けております。どんだけ温室育ちやねんいう感じでね。ただホワイトバランスの関係で、あのマミちゃんの姿が、はっきり映るような、カメラ設定してます、はい、なのでもう一回言います。大阪城は飛ばされてます。だって言いましたよ、オープニング名称。あれは昭和に建てられた建物やからね。それで家康君の絡みやから、秀吉君が建てたそのお城はもう埋もれてますからね。で、大手門学院小学校には秀吉君時代の石垣が学校の敷地内にあるんですよ。で、そこもマンホールの中に下潜ったら大阪、秀吉時代の大阪城の石垣もこの下にはあるね。ある意味幕末維新、大政奉還されたおかげで報告人含めて秀吉君も復活したんじゃないか、ね、そんなことを言うてていいんだろうか。ここでもカットちゃうから、これ秀吉の周りからはてか、あくまで秀吉君の肩代わりで言うていいよね。僕ね、あ、オープニングも言ったから、必ずここ大阪城来たら秀吉君と淀君ちゃちゃさんの、あの、秀吉さんお墓じゃない、ワイフですか、奥様ですか、側室や、正室だってなねねさんや、愛人って言うか、愛人ではないけど二号さん、でそのまあ、あの石碑があるんでね、そこで必ず手を合わせてきて、あと報告神社にも報告する、参拝をするというのが僕の、日課っていうか月課というか、来た時の、役目というかお仕事ですね。だから僕ね、珍しいんですよ、大阪城は見えてるけどここに上がってこんと、報告神社と秀頼君茶々さんの石碑のとこだけでここまで上がってこんと、あのお戻りになること結構あるんですよ。なぜ報告神社が僕にとってメイン、でちなみに報告神社大阪市中央区大阪城2番地や、1番地はここ大阪城ね。まあ、あのたわいのないね、あなたにとって有意義なネタかどうかは分かりませんが、大阪市中央大阪城、今日は1番地大阪城、そして未来座の前からお届け、お届けしている番組はゴーオンロケーション、マミちゃんが言えようか、ゴーオンロケーション with Aki PJ、秋ロケとしてスタジオを飛び出してお届けしてまいりました。今日は2月吉日、富田靖子さんのお誕生日にお届けしてまいりました。 NHK テレビが総選挙開票速報を初放送した日に、秋ロケも、この感度のいいマイクを使って2018年2月27日初放送記念日となりました、以上でございます。お開きでございます、お時間でございます。多分お時間3時ちょうどです。3時になりました。頑張りましたね、今日は無罪方面です。なんだそれ。お開きでございます。それではマミちゃん、いつものご発声お願いします。OK ですか？これ行って回ってこれんの？行って回ってこれ。外して。あ、OK。行けんの？どうする？あ、だから See you next time でシューって言ってこれ。OK OK。これだけ外してくださいね。はい。では行きます。マミちゃん、今日はお付き合いいただきまして、今日もかな、ありがとうございます。また3月6日、秋生でお会いしましょう。お会いしましょう。OK。Thank you for watching.
Make a location with a key feature. まあ慣れてません。初放送ですからね。秋ロケは一応公式初放送ですから。思いよからお届けしたらまだ上がってない。Once more. Once more. Once more. Okay. One more time. Thank you for watching. Come on location with a key feature. あれ秋。秋ロケ。One more time. One time. アディショナルタイム入っております。大丈夫ですよ。3時8分までは放送していって言われてるんでね。さあお願いします。まるちゃん、okay. お開きでございます。Thank you for watching. Come on location with a key feature. 秋ロケ。はい、では皆さんまたまた見てくれるかな。いいと思う。おじ逆やろ言って、ね、次回も見てくれるかな。いいと思う。 Thank you マルちゃん、ありがとう。 Next time See you。 これスクショできへんねんな今な。あ、できるできる、スクショできるわ、okay. はい、See you。 はい、大阪城、大阪市中央区大阪城一番地からお届け、yeah, ニューズイングリッシュコミュニケーションさん、大阪道頓堀インド料理のお店ミティラーさんの提供でお届けしてまいりました。See you. ネクストタイム、それはマルちゃんです。何言ってるのか分かんないよ。はい、OK です。